ラベル・サント・マリーは、フランス、ブルゴーニ・フランシュ・コンテ地域圏、ドゥー圏のコミューン。空から眺めた、ラベル・サント・マリー。下方の、小さな湖が、ルモレコ1312年には、エル・アバージメントと記され、1882年以降は、レイバージメント・サント・マリーとなった。コミューンの名は二重の意味がある。アベルシアズは、領主がめる土地に入した職者を指し、 その領主とは、モンサントマリー修道院を指すのである。コミューンは、サンポワン湖の上流、サンポワン及びルモレコ谷に位置している。コミューンの領域には、ルモレコも含まれる。ラベル自慢は、モンサントマリー修道院の給料に掲げられた、プラークで証明されるように、1870年の不仏戦争に関連した出来事の舞台である。 1871年1月31日、某の戦いで、ブルセロル将軍は、自らの部隊と共にモンジャン、レロンジュビル、サンタントワーヌを立ち、そして、グランジュイコール・サントマリーを占領の上行進した。1972年、コミューンは隣接する人口78人の、グランジュイコール・サントマリーと合併した。フランス革命時代にグランジュイコール・サントマリーは、 モーニコールデイコールラックと名前を変更させられていた。参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに、住所登録をする者の,の重複文を除いたもの。それ以降は、当該コミューンの人口統計によるもの。1999年まで、イヘス、カジニー、2006年以降は NSEE。ありがとうございます。